いや、やってて面白いお仕事だなと思います。あのスマート農業って新しいテクノロジーをもう好き放題使えるお仕事で、そこの検証をしていくお仕事なので、まあ、やっててすごく面白いなと。いや、課題も全部あの楽しんでこなしております。はい、そのデータ活用した農業っていうもののやり方を抜本的に見直した自分たちの会社の体制が大きく変わりまして、やはりその農場職員っていうのはですね、ちょっとデータを入力するっていうことに関する拘束みたいなのがまあすごくあったんですけれども、そういったものをですね見直すことで、そういう負担がまあ劇的に減ったっていう効果が大きいかなと思ってます。いろんなその仕事をしていく中での気づきとか、まあ、気になった点とか、そういったものをどんどんですね、できるだけまあデータ化、数値化っていうふうに落とし込んでですね、1年後、2年後、年を増すごとにですね、より質の高いその農業っていうものをやっていけるように、日々進化していきたいなというふうに思ってます。自動操舵補助トラクターはですね、コースを設定して出発スタートボタンを押したらですね、あとはもうほっとけば勝手に仕事をしてくれるようになります。本当に見てるだけです。畝立てっていう仕事がですね、全くハンドルを触らずに綺麗にできるようになったと。 GPS で感覚まで管理するので、熟練の人が作業するよりも正確な作業ができるようになっているというふうに思ってます。大事なのはそういうスマート農業の機械の性能に合わせてそれをやっていくための、まあ、組織作りなり働き方っていうのを組み立てるっていうのがすごく大事だと思っておりまして、でそこを改善すればですね、もっとスマート農業っていうのが効果的に広がっていくんじゃないかなというふうに思ってます。